えー、皆さんどうもカメゴンです、えー、6月23日、えー、爆竹ダーカーザンダークネススタイル93発売日皆さんご存知でしょうか、えー、私もあのー、ダーカーザンダークネスを買ったのがえー、っとですね高校卒業してちょっとですね、あのー、地元の岡山から通える範囲内の大学に1年目はですねちょっと電車で通ってて えー、そこで、えー、そこの駅に、えー、ある、えー、CD ショップで確か、えー、購入したと思うんですがそこがですねちょっとなぜかダーカーザンダークネスを購入した店がちょっと今はっきりと思い出せなくて「狂った太陽や、ね」や「ね殺しの調べ」は思い出せるんですけど、うん、でも確か、ね、そこでダーカーザンダークネス購入して であの家でね、あのーまあ、もちろん CG プレイヤー買って帰りにね確か CG 買って家に帰って聞いたんですけど、まあ、1曲目がねきらめきの中で皆さんどんなでした最初聞いた時もうね、あのー、もちろん雑誌でも私もう事前にもう1曲ずつね全ての曲の、あのー、記事あのどんな感じかっていうのを読んで。 読んでて、まあ、確かねきらめきの中でちょっとレゲエっぽいようなあのサウンド曲中多いことで聴いたらもうなんかねうん今までにない爆竹のねそのさあのさ、まあま曲流れた合間のねあの感想というかもう感想感想どころじゃないですよねかあの不思議なねまあ、ノイズというかあのザザ,ザザザザザってね いうあの音を聞いた時最初ちょっと壊れたかなと思ったんですよ CD が壊れてるのかなとか思ってたらそのザザザザザザザ,ザ,ザ,ザっていうのがねまたちょっと途中で何とか終わって再び鳴り始めてええってもういきなり1曲目からねうん今井さんこの感想は何なのかなとかちょっと思いながらでねディープスロー誘惑青の世界うんとちょっとねずっと聴いていってまあ ディープスローとか皆さん多分あんまりねあの話題に出てこない曲なんですけどあの結構ね最近なんかね独特のノリでいいなとねちょっとあの独特でねあのねサウンドが少しノイズが入ったようなねとか誘惑も最初一回目聴いた時はちょっと星野さんのね誘惑 最初はよく分からなかったんですけど確か「誘惑」はですねあの当時の記事で八神さんがね結構あのドラムとかねあのあいった誘惑みたいな曲を確か好きだったんじゃないですかね結構お気に入りの曲として八神さんが挙げてたような気がします。で青の世界とあと「神風ね」ね皆さん「神風」どんなでした ね、歌詞のデカラ「デカダンス」を知らないニヒリストたちが味わう最上級の「退屈」はでしたっけね「グルメな舌が溶けてしまいそうだ」うん、あのちょっとねこう「開惑調の」あのボーカル歌い方も結構新鮮でしたよね当時神風でで「でゼロ」「ドレス」あドレスが先だったかな ゼロドレス、んちょ,っと待ってちょっと見てみようかな。おっとっと、CG 並べてるんですけど、えっと、ちょっとね、最近老眼でね、ちょっと見えないんですあゼロドレス、ライオン、マッドマン、ブルース、ダイ。で、最後にね、ダーカーザンダーク。あっと、ショック。 「ダーク・ザ、ま、ン、あ・ダークネス」をこのアルバム全部ね聴き終えてあの狂った太陽を聴き終えた時とはちょっと違っててあの中には皆さんねこれすごいっていうねこの作品あの方もおられたと思うんですよそれで私確かね当時この「ダーク・ザン・ダークネス」発売された後に教習所にね車の教習所に通ってたんですよね。 そこで、あのー、ちょっと爆竹が好きな人がいたんですよ。あの、まあ、男性の方でしたけど、自分の1個下で,で、爆竹の話をしたときに、あの、ダーカーザンダークネスは、なんこれまで聞いた中で、なんかもう最高みたいな感じで言われてて、それで自分もね、ちょっとまあ話し合わせて、うん、そうよね、みたいな感じで話してたんですけど、狂った太陽の後のこのダーカーザンダークネスが、 自分の中で当時はあの超超超え「くれた太陽」以上に最高っていう感じがちょっと自分の中ではちょっとしなかったんですよね当時。であの先ほどの結構ねきらめきの中でのいきなりねああいう形で始まったりでディープスローとかもね誘惑なんかも当時ちょっと、まあ、若すぎたいうのもあるかもしれないですけどやっぱりね今井さんが作るサウンドって。 狂ったタイの後にもうこ,この次の作品でこんなに変わったアルバムを作るのっていうのはねある意味やっぱりちょっとついていけてなかったんだなとちょっとね当時はあの今にして思えばね思います今ね誘惑とかも多分結構みんな好きなんじゃないですかね私も今更ちょっと味が分かってきたって感じで誘惑とかも。うん、まあ大はね結構早い段階でむちゃ好きになったんですけどだから 結構ねやっぱ今井さんはこうあの流行るとかですねこれが今受けるとかそんな感じじゃなくて、まあ、今井さんがねやりたいようなサウンドをねやっぱり作られてるんでもちろん星野さんも、ね、だから今年いつ頃出るんですかねあのバクチ君は新しいアルバム、うん、まあメンバーがね本当にやりたいようなあの作品でねあのしてもらえたら まあ一番かなとは思うんですが、まあ、ツインボーカルとかになるとしたらねいつも思い出すのがあのバービーボーイズのコンタさんとね京子さんの2人の、あのー、ボーカルスタイルを思い出すんですけどもちろん爆竹でねあのー、ツインボーカルいたらまたねちょっと違った印象になったりするのかなとか。 まあそういう面はちょっと楽しみでもねあるんですけどもちろんね桜井さんというボーカリストがねいないのはあのー、もちろんねそれはもうずっとね思いながらあの見ていくとは思うんですけどでもどういった形でね新たな爆竹があのー、アルバムをね出すのかちょっとね楽しみにもしていますとまあそんなこんなで皆さん今回はねあのダーカーザンダークの思いつきのようなねちょっと投稿でしたけど またね、こちらの動画の方も見てもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあまた